京都南座、役者の名前を、官邸流で書いた、招き看板、2007年11月25日撮影家家は、広重、三代目、歌川豊国が、江戸自慢36、京猿若貝岩見ロームシアター京都、顔見せ招き看板、2017年12月13日撮影顔お店は、歌舞伎で、1年に1回、役者の交代の後、新規の顔ぶれで行う、 最初の工業のことである。江戸時代、劇場の役者の雇用契約は満一か年であり、11月から翌年10月までが一期間であった。したがって、役者の顔ぶれは11月に変わり、その一座を観客に見せ、発表するのが顔見せであった。歌舞伎工業において最も重要な年中行事とされる。現在も11月か12月に、 全国の劇場で行われるが、中でも、京都南座の12月かお店公演は、最も歴史が古いことで有名で、劇場正面には、役者の名前が、官邸流で書かれた、招きと呼ばれる木の看板が掲げられ、京都の年末の風物詩となっている。招きが掲げられるのは、南座と味噌の座で、歌舞伎座は掲げられない。その起源は明らかではないが、髪型においては、 村山又兵衛に始まり、初代嵐三江門が一年間の工業の順序、期間、式礼などを定め、江戸においては中村勘三郎が万事年間に式に応じた狂言を選ぶことにしたという。京都、江戸、大阪ともに万事、漢文には顔見せがほぼ確立したらしい。その後、約200年間にわたって踏襲された工業である。ただし正月に、 顔見せが行われたこともあり、カエ2年11月に4代目、中村歌右衛門が苦境にある江戸志村座を救うべく役者交代の時期を翌春に伸ばしたのが元であった。顔見せによる集客は徐々に難しくなったらしく、大阪では、顔見せの思考は、カエ以前から失われ、手打ちという式例が12月に行われていたが、それも幕末に耐えた。その後も様々な形で、 顔見せの名称で工業が行われたが、必ずしも骨格を残し伝えるものではないという。顔見せの式礼は、江戸では三座の幹部が集まり、夏に来年の役者の割り振りの予定を立て、9月に決定する。9月12日、世界定めといい、顔見せ狂言を定める式を行う。これははじめは、主作者の後に多言元の宅で、天明頃からは、 楽屋の3階や芝居茶屋でも行われた。10月17日、宿りきはじめといい、新一座の役者全員が、最初の顔合わせを行い、劇場前の矢倉下、舞台、楽屋の3階で勢ぞろいして、手打ちを行い、式場では、頭取りの発生で、林方の4階派の歌いが始まり、太い元から座頭、書き出しの役者と順次杯きごとがあり、主作者が、 顔見せ狂言の名題を読み上げ、2枚目が役割を読んだ。この後終演となり、再び手打ちがあって式は終わった。20日に伊座組の門看板を出し、29日に番付を発表し、30日には絵看板を掲げる。こうして11月1日吉礼顔見せ工業の初日を迎える。初日は主な関係者は上下姿で訪問し合い、 おめでたーと挨拶をし、正月のような賑わいを呈したという。劇場では七つに一番太鼓を入れ、二番太鼓を打ち上げて大渡しを舞い、脇狂言、本狂言となる。顔見せ狂言は新作に限定され、一定の様式が守られた。中期以後の江戸では一番目と二番目に分かれ、二番目も終わりには時代狂言に戻る仕組みであった。 一番目の三立目には荒ごとのしばらくがあり、その返しにはだんまりがあり、四立目には諸佐寺がつき、大詰めには金武蔵が用いられた御殿の場があり、無本人の見出されがあり、二番目の世話場には雪を降らせ、引っ越し騒ぎ、夫婦喧嘩のような滑稽があり、大切には諸佐寺がつくというのが、おおよその段取りであり、初頭の観客の心が浮き立つような、 賑やかな、華やかな内容が選ばれた。顔見せ狂言の書斎時には、戻りが、席の扉、犬神、道なりなど優れたものが多かった。顔見せ工業は、大抵10日間ほどの短期で、次に出す狂言を、二の代わり狂言と言い、この方に、重きが置かれていた。顔見せでは、顔見せ番付が作られた。これはごく、番付とも言った。やぐらした番付。 辻番付という大判一枚ずりのものと形状は同じであるが、上段には縄文を打った櫓幕を描き、その周囲に座元、役者、作者などの名を一定の位置に配して描き、下段には座頭を中心に縦を山を左方に、仇役を右方に全役者をそれぞれ相当の位置に配して絵姿を描いたものである。この位置を定めるのは主作者と座元との責任であり、 しばしば物議を醸したので、苦心を要したという。年中行事時点 P176,958 年5月23日、初版発行にし、閣以上協編東京同出版済みには、舞台の成功を祈って、日本酒が混ぜられる。独特の、カ定流、客を呼ぶ、招き書き、吉礼化お店公表前に報道陣に公開、産経ニュース。ありがとうございます。